ファミコン野球盤。野球盤というおもちゃをご存知でしょうか。まだテレビゲームなどがなく、日本で一番人気のスポーツが、野球だった昭和30年代に発売された、卓上ゲームです。シンプルながらも野球を再現しており、奥が深いゲームであることから、現在に至るまで様々な改造を経て、販売がされている、超ロングセラー商品です。本作はそんな野球盤のファミコン化、と言いながらも実情はファミスタ型の、野球ゲームです。特徴としては、収益金でトレーニングをして、選手のレベルを上げたり、特殊なアイテムを購入して、ステータスを向上させたり、各選手にスタミナがあって、あまり連続で登板させると、弱っていったりといった点で、一戦ごとの勝ち負けよりもむしろ、ペナントレース全体を通しての、戦略が必要なゲームと言えます。子供の頃に野球盤は家にあって、よく友達と遊んでいました。消える魔球とかあって面白かったですね。しかし消える魔球を使いすぎると、喧嘩になったりします。場外ホームランを打ったとか、友達が言っていましたが、あれってそんなに球飛ばないですよね。なんかコツとかあるのかな？当時はテレビゲームもよくやりましたが、ボードゲームやドンジャラ等の、アナログゲームも結構やりました。あなたの思い出のボードゲームとか、ありますか？キテレツ大百科、藤子、F、不二雄先生の作品の一つ、キテレツ大百科。アニメは大ヒットとなり、長年にわたって日曜7時からの枠を独占し続けました。本作はそんなキテレツ大百科をアニメ化した作品ですが、非常に不気味な作品となっています。夢の中に飛び込んで仲間を助けるというストーリーなのですが、本当に悪夢のような雰囲気です。様々な理不尽な設定は、現代でも語り草になっていますが、キテレツの発明という、原作の特徴を、ゲームシステムに巧みに取り込んだ、作品となっています。例えば、最初の発明品である、キテレツ地獄はプレイヤーの残機を、借りることができるものだったり、その他様々な発明品が、そのままゲーム攻略につながる点は、非常に面白いシステムだったのでは、ないでしょうか。藤子不二雄の作品の中で、ドラえもんはもちろん大好きでしたが、このキテレツ大百科は、かなり好きで当時はドラえもんよりも、アニメも漫画も見ていました。先祖が発明したものを作るってのが、なんか少年心をくすぐりました。ドラえもん、ギガゾンビの逆襲。藤子、F、不二雄先生の代表作、ドラえもん。日本人で知らない人はいないと言える、時代を超えた超大作です。当然様々なジャンルやハードで、ゲーム化をされていますが、比較的低年齢層向けなこともあってか、基本的にはアクションゲームや、教育ゲームが中心です。本作はそんな中で珍しい、ロールプレイングゲームとなっています。劇場作品、日本誕生の敵役であった、ギガゾンビが復活して襲ってきた結果、いつもの仲間とバラバラになってしまった、ドラえもんがプレイヤー自身のもとに、助けを求めてくることから始まるストーリーで、様々な時代を渡り歩いて仲間を助けて、ギガゾンビを倒すという、正統派の RPG となっており、ドラえもんの秘密道具が魔法の代わりに、ドラ焼きが通貨の代わりに、さらに各キャラクターにも、特徴付けが原作にマッチする形で、出来上がっているという、原作の雰囲気とゲームシステムを、綺麗にマッチさせた両作となっています。
ドラえもんの映画の中でも、日本誕生は大好きだったので、このゲーム化は嬉しかったですね。迷宮の達人、大迷路。迷宮から脱出するゲームです。他の迷宮に関するゲームでは存在する。戦闘だったり、罠解きだったり、ギミック回避だったりといったことは、一切ありません。本作はタウというね1点につき、10歩移動することができ、プレイヤーはタウがなくなるまでに、必要なアイテムを取得した上で、脱出すればクリアとなります。ステージは全部で7つ、それぞれに特徴があり、数回にまたがる多重構造だったり、非常に広かったり、逆に狭いのに動きづらかったり、という特徴があります。ちなみにタウの数値を考慮した、リソース管理ゲームだと思われがちですが、スロットマシーンなどで、タウをかけてギャンブルができるので、パズルが苦手でも、運が良ければクリアできるという、ゲームでもあります。パラソルヘンベエ、おとぎの国は大騒ぎ。ちょっとマイナーな漫画ですが、パラソルヘンベエというアニメがあります。藤子不二雄A先生の作品ですが、忍者ハットリくんや、怪物くんと比べると、やや知名度が低くなりますが、NHK で幼児向けのアニメとして作られた、藤子不二雄先生の作品伝統の、日本の小学生のもとに、不思議な生き物がやってくる、ドタバタアニメです。さて、そんな幼児向けのアニメのゲーム化、ということでか、本作の面白い特徴として、ゲーム開始時に年齢を入力することで、難易度が変化するという、非常にユニークなものがあります。これでヘンベエが大好きなお子様も、安心して遊べるでしょう。ヘンベエは原作と同じく、パラソルを操り、そこから虹を出したり、ふわふわと落下したりと、パラソルというギミックを、上手に再現した良作となっています。藤子不二雄の大ファンでしたが、この漫画は全く知らなかったです。